昨日のジャパンツアーのアイコン画像、コナミ本社に来た時に全員撮ったと思うとじわじわ来る。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は8月17日木曜日からやってくる週刊 FP 予想やっていきたいなと思います。皆さん、週刊 FP 予想が帰ってまいりました。ただいま、いや、お帰りですよ。ついに先週末より一部海外リーグが開幕し、今週木曜日から週刊 FP の登場に期待が高まっております。で、皆さん、週刊 FP が本当に来るのか不安よな。ヒカック動きます。実はですね、公式サイトにこんな文言を見つけました。新シーズン開幕後の試合で活躍した選手が一足先にトレンドとして登場予定です。新シーズンの選手の登場をどうぞお楽しみにと、まあ、キャンペーンサイトのロゴにも POTW って記載もありましたので、もうこれは確定演出間違いないんじゃないかなって思ってますね。おそらく今週木曜日から週刊 FP 来ると思いますので、楽しみに待っていきましょう。久しぶりの週刊 FP 予想、楽しみだったよ、ワクワクしてるよって方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回もがっつりまとめてきたぞ。ということで、今回もメインパートの結果から見ていきましょうか。もうこの流れが久々すぎてちょっとそわそわしてるんですけど、今週はですね、まだセリアとブンデスが開幕していないため、ミラン、インテル、バイエルン、この3チームは試合がなくて、ユナイテッドも今朝試合が行われたので、メインパートナーとしての対象試合はバルセロナのみとなりました。まあ、そのバルサもですね、ヘタフェとスコアレスの引き分けだったので、今週はメインパートナーゼロの週になりそうな予感ですね。そしてこちらも久しぶりの三笘選手のコーナー。ブライトンはプレミア昇格組のルートンタウンと開幕戦を戦って、なんと4対1で勝利。後半になるにつれてギアが上がっていき、気づけば大量リード。三笘選手も素晴らしいアシストでチームに貢献。三笘アーチ炸裂でしたね。まあ、それこそダフードも良かったし、ジョアン・ペドロも良かったし、ミルナーも良かったし、改めてブライトンの戦力補強素晴らしいなって思いましたね。まあ、おそらく今週ブライトンから一人は中間選出されるんじゃないかなって思ってますね。そんなところもワクワクしながら、この後のポジション別の予想見ていってください。ではまずゴールキーパーからいこうと思うんですけど、今回は元アーセナルのレイノピックアップさせていただきました。現在レイノはフラムで活躍中なんですけど、エバートンとの一戦でシュート19本を浴びながら9セーブのクリーンシート、圧巻の活躍で開幕戦のフラムに貴重すぎる勝ち点3をもたらしました。ちなみにですね、週間に来た場合はハイライト含めて完全初登場で、通常の能力はこんな感じになります。まあ、ぶっちゃけゴールキーパーはあんまり習慣で強い選手は期待できないので、まあ、それこそアーセナル好きで昔の選手も集めている方とか、例の好きな方向けの選手にはなりそうですね。そしてお次はディフェンダー見ていきましょう。ディフェンダーは2人ピックアップで、オサスナからペーニャ、ブライトンからエストゥピニャン選ばせていただきました。まあ、それこそブライトンは誰選ぶかめちゃめちゃ迷って、最終的にですね、グロースとピニャンの2択だったんですけど、今回はエストゥピニャン選ばせていただきました。試合終盤にファーガソンのゴールを完璧なアシスト。まあ、試合通してですね、すごくいいチャンスメイク何回もしてましたので、まあ可能性一番あるんじゃないかなって試合見た僕も思ってますね。ちなみにこちらが5月に登場した週刊バージョン、実は割と直近に登場してるんですよね。意外と能力も悪くはないです。で、やっぱディフェンダーで言うと期待枠に置いてますけど、レアルマドリード組が来るかどうかで激アツ度が結構変わってきそうですね。まあ、特にアラバかな、ワンアシストクリーンシート評価点 8.4 と選ばれても十分おかしくない活躍ですし、週刊アラバはかなりヤバそうな予感がしますので、地味に楽しみにしてますね。あとは大変おこがましいんですけど、顔が似てると言われてる菅原選手もいきなりアシストを決めて活躍してて嬉しかったです。お次はミッドフィルダー行きましょうか。ミッドフィルダーは3人ピックアップ。まずはモナコからバンデルソン選手。まあ、ミッドフィルダーだと一番可能性高いかな。てかさ、ちょっと話ずれますけど、南野選手めっちゃキレキレじゃないですか。まあ、監督はですね、今季からザルツブルグ時代の恩師に変わったっていうのも追い風となって、開幕戦でもいきなり完璧アシストやキレキレターンを披露。ものすごかったので、ぜひ見てみてください。いや、でも日本人選手が活躍するとやっぱり嬉しいですよね。久保選手は2年連続での開幕戦オープニングゴール、伊藤選手もゴール、来週からはセリアが開幕して、ラツィオの鎌田選手も見られますし、まだまだ僕はにわかですけど、このサッカーがある日々楽しすぎるよ。すいません、ちょっと盛り上がりすぎて話がそれすぎました。モナコのバンデルセンはですね、今節1ゴール1アシストの活躍、それこそ1点目なんかは南野選手のアシストから決めたんですけど、ゴールを決めた後に涙してるのが話題になりましたよね。あれはですね、先日亡くなってしまったバンデルソンのおばあちゃんに捧げたゴールだったみたいですね。そういう背景なんかも知るとまた見方変わってきますよね。ちなみにですね、この選手少し前のブレイクアウトスターズの指名役に登場しておりました。まあ、この時は正直どうかなって思ってましたけど、スキルが追加されてもうちょっと
能力が上がってくれば普通に当たりはクリアになりそうだなって思ってますね。そして今週の一番の目玉と言っても過言ではないのがレアルマドリードからベリンガム選手。これは期待しかないでしょう。開幕戦でいきなりゴールを記録し1ゴール MOM、 ディフェンダーでアラバやカルバハルを期待枠止まりにしたのはこのベリンガムを選んだからですね。まあ、やっぱり 2-3-2-4 シーズン一発目の週間 FP ですし、目玉選手一人は入れてくると思いますので、僕はそれがベリンガムになるんじゃないかなって思ってますね。でそれこそベリンガムは最近のレアルマドリード CS でも登場しましたけど、中間で来た時の数値がこちらになります。いや結構強いし、今回ね僕来るとしたら OMF にポジション変更される気がするんですよね。そうなるとバグ強化でパス系とか決定力が大幅に上昇する可能性がありますし、プレイスタイルなんかも変わってくると思いますので、いやーこれ結構楽しみですよね。コナミさん、 OMF バグ強化ベリンガムカモン。そしてミッドフィルダー最後のピックアップはバレンシアからディアハビ選手。セビージャ戦で1ゴール MOM と勝利に貢献。通常の能力はこんな感じとなります。まあ、ピックアップはこちらの3名ですかね。まあ、あとは期待枠で言うと入荷するに移籍した隣あたりが来るとガチャ的にはかなり盛り上がりそうですね。ちょっと前の夏の移籍ガチャにも登場しましたけど、週間でプレイスタイル変更されるとさらに強くなるタイプだと思ってますので、ちょっとだけ期待していきたいですね。まあでもミッドフィルダーに関しては良くも悪くもベリンガム次第になりそうだなって思ってますね。さあそしてラストフォワードいきましょうか。なんとフォワードは5人ピックアップ、1人ずつ見ていきましょう。まずはスタッドレンヌからジェレミ・ドク選手。開幕戦で1ゴール、評価点 9.7 の活躍でした。直近のですね週間を見てもドリブル好きにはたまらない爆速ドリブラーですし、特殊持ちなのでしっかり強いですね。そしてお次はジェコ選手。いやジェコって僕さ、まだインテルだと思ってたんですけど、フェネルバフチェに行ってたんですね。恥ずかしながらこの動画を作りながらそれを知りました。ちなみにユナイテッドのフレッチも今シーズンからフェネルバフチェに移籍してますね。ジェコは開幕戦でいきなり2ゴールの活躍。いやハイライトで見ましたけど、めちゃめちゃいいゴールだったし、やっぱなんかジェコが全力で喜ぶ姿嬉しかったですね。まああとこれはもちろん叶わない話ですけど、ジェコってね日本好きとして結構知られてるので、今回のサマーツアーのアイコンでジェコが来たらなんかすげえ嬉しかったなって思いましたね。すいません関係ない話です。でジェコはですね、直近の習慣の能力こんな感じですね。まあでかいタイプなので癖はありますけど、ハマる人にはハマる選手になると思います。さあどんどん行きましょうか。3人目はマンチェスターシティからハーランド選手。いやーどうかな、なんか2ゴールだとハーランドなんか入らないような気もするんですけど、いやあの2ゴール目やばくないですか。もうフェノミナル持ちで来ちゃってもいいんじゃない。バケモンみたいなゴールでしたね。今シーズンは何ゴール記録するのか今から楽しみです。まあ期待も込めてのピックアップって感じで、ハーランドはプレイスタイル変更が入るかどうかですかね。ボックスストライカーのバージョンはハイライト含めて結構な数が来てますので、改めて今の能力でラインブレーカーハーランドとかが来たら一気に注目度上がってくるのかなって思ってますね。コナミさん期待していいですか。さあそして4人目のピックアップはアーセナルからブカヨサカ選手。ノッティンガムフォレスト戦でとんでもないゴールを決めておりました。いやーあのゴール普通に超えてたし、実況解説の方もみたいな若干わかんない反応になってましたよね。まあアーセナルは冨安さんも安定したプレーしてましたし、開幕戦をしっかりと勝利で飾りました。でこちらがですね直近登場した週間の能力になります。まあ根下なんかついてますけど、今回もコントロールカーブは確実につきそうですよね。まああとはダブルタッチ次第かな。サカって毎回能力いいですけど、週間だとスキル追加できなくてダブルタッチが毎回ないので、そこが理由でなかなかガチスカ優先度上がってこない印象なんですよね。こっそりダブルタッチつけちゃってもいいですよ。そしてフォワードピックアップ5人目、ラストはニューカッスルからハービー・バーンズ選手。ニューカッスルは開幕戦をなんと5対1で勝利。イサクもねあと一歩でハットトリックみたいな超大活躍だったので、イサクもあるとは思うんですけど、最近指名契約が来たのもあって、今回は途中出場から1ゴール1アシストと最高のデビュー戦を飾ったハービー・バーンズ選んでみました。ちなみに降格してしまったレスターからの移籍組でございます。でハービー・バーンズはですね通常の能力こんな感じなんですけど、結構強いですよね。初期からスキルが優秀で、ここに途中出場ってこと考えたらスーパーサブがついてきますので、一気に化けそうじゃないですか。まあ、特に今週は他のピックアップが登場回数多い選手が多いので、その中でひときわ輝く存在になるんじゃないかなって思ってますね。まあ、あとね期待枠にいますけど、チェルシーリバプールの一戦から誰か来てもいいと思うんですよね。まあ、引き分けだったので
期待枠にはしてますけど、リバプールからルイス・ディアス、チェルシーからディサシ、この辺りが来る可能性っていうのは十分あるんじゃないかなって思ってますね。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。改めて11名ピックアップこちらでやってみましょうか。いやーもうなんか嬉しいわ、この日々が戻ってきたこと、またワクワクしながら毎週末試合を見るブライトンの観戦配信をすること、この日々が戻ってきました。みんなで新シーズンも楽しんでいきましょう。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。